えー、時間の小です今日はですね、公明党の皆様に聞いていただきたいことがあるんですよ。公明党といえば、あの、総科学会と関係があるのかなと私は思っておりますけども、その総科学会の方がね、公明党に票を入れてくれっていうふうに、結構ね、あの、すごく、いわゆる強引にですね、えー、電話をしてきたりとか、投票所についてくよみたいなことが言って、何な,なんだこの人はとか言ってからね、あんまり私いい印象を持てなかったんですよ。 まあですけどね、あのー、やっぱり今となっては自民党公明党とね、連立を組んでるわけですから、公明党さんにお願いすることしか私は今できないです。虫のいい話ですけどもね、ぜひね、国民のためにちょっと頑張ってもらいたいと思うんですよ。うん、確かに公明党さんにはいい印象を持てなかったことがありますけども、今はね、一つの希望として公明党さんに私はね、ぜひ自民党をね、動かしてもらいたいと思います。自民党に、 寄り添って、いわゆるごまを吸ってね、公明党を情けねえなと思ってた時期も正直あるんですよ。でも今はね、自民公明という連立が私たちの希望になってます。ぜひ公明党さんから自民党の方にね、語りかけてもらいたいんですよ。ここに書いてますよね。一律10万円給付へ、総理にちょ率直に申し上げましたってあるじゃないですか。で、これね、今もやってほしいんですよ。 ま、5万円でもいいです。10万円でもいいです。ぜひね、この弱者に寄り添うといいますか、今生活に困っている方が多いのは、多分、総価学会の会員さんの中にも結構多いんじゃないですかね。うん。だそういうふうな声を聞いてますんで、決してみんなね、楽ではないと思うんですよ。で、こういう時こそ、公明党さんの力を発揮する時なんですよ。えー、ぜひね、あの、公明党さん、池田大作先生の言葉を思い出して、これを聞いてほしいんですよ。苦しんでいる人々をどう救うか。 ここにこそ人類をリードする一切の哲学や指導者論のエッセンスが凝縮していると、池田大作先生言われてますよね。自分だけの幸福もなければ他人だけの幸福もない。い自分だけの幸福もなければ他人だけの不幸もない。人を幸せにした分、自分も幸せになると書いてます。池田大作先生はこういうことを言われてます。これ公明党の皆さんにも、うん、本当に同感していただけることだと思うんですよ。というよりも、こういう理念のもと、公明党っていうのがあると思うんですよね。 今多くの国民が生きることすら許されないような事態に追いやられています。これは自民、公明、連立政権のおかげでもあるし、自民、公明、連立政権のせいでもあるんですよ。まあですんでね、ぜひここで力を出して、国民のね、一人でも、一日でも命を守っていただきたいと思います。こういうふうにも書いてます。 一人の人間における偉大な人間革命は、やがて一国の宿命の転換をも成し遂げ、さらに全人類の宿命の転換をも可能にするとあります。今がその時じゃないですかね。そしてこういう覚悟も、申し訳ないですけども、思い出してもらいたいと思います。私も当然この覚悟を持ってます。これから読み上げます。すべてを失ったとしても、希望さえ残れば、そこから一切が再び始まる。 希望は常に出発であり永遠の始まりであるとありますよね。私もこの気持ちでやっています。確かに今ね、未来を見れば絶望しかないんですよ。でも絶望に対して、本当に自分も諦めてしまえば何にも残らないです。そこで人生終わり、ゲームセット、自殺ってことになっちゃうんですよ。まあですんでね、希望ってものを公明党さんからね、ちょっと上げてもらいたいと思うんですよ。で、公明党さんね、総学会の皆さん、公明党さんにね、ちょっと働きかけてもらいたいんですよ。で公明党のどなたでもいい。 うん、国民に希望があるようなね、そんな発信を今、マスメディアを通じてちょっと言ってもらいたいんですよ。それはね、自民党の気に入らないことかもしれませんけども、そういう時のためにいらっしゃるのが公明党さんでしょね、全部自民党に OKOK、OK OK、じゃないと思うんですよ。ぜひここでね、公明党というもののね、この進化を発揮していただいて、総合学会ってもののね、力をね、世の中に知らしめてもらいたいと思うんですよ。私は無宗教でございますけども、もしね、この度、公明党さんが力を発揮してくださって、そして、えー、この、 えー、なんですかね共、共産党じゃない、何でしたっけ。えー、公明党さんね、総合学会さんが、本当に国民のために行動して起こ,せ起こしてくださるんでしたら、結果的にどうなろうとも、私はね、ちょっと一歩、公明党さん、総合学会さんを見直すきっかけになると思います。も、ま、う、あ、私がね、見直したところでどうってことないよって言われるかもしれませんけども、あのー、私はね、ちょっと公明党さんとかね、 総合学会さんに対して動画を作ったことがなかったんですけども、それはね、これから応援する動画をちゃんと作っていただいて、作らせていただいて、多くの方に、いや、公明っていいよ。ピンチの時には救ってくれるよとかね。いや、やっぱ総合学会だよね、っていうふうなことを言うことができます。 そして、それは、あの、ことを起こしてくれたら、本当に心からそう思えることなんですよ。ぜひね、今ね、公明党さんとか総学会さん、関わってらっしゃる方、静かになるんじゃなくて、自分ではない誰かの不幸のために立ち上がってもらいたいと思います。これがね、今回の切なる私の願いですよ。えー、じゃあ、今回はそんなとこですかね。えー、公明党さんとかね、総学会の関係の方、よろしかったらなんかコメントを残していただければと思います。えー、普段ね、 宗教ですとか政党に興味がない方も、あの、この時だけはね、えー、ちょっとこう、小さな声を聞く力っていう風にね、言ってますから、ちょっと我々の小さな声をね、聞いていただきましょう。届けていきましょう。えー、非常にね、この公明党さんのポスターって、希望を感じさせるような3つの写真でできてます。これ街角で見かけた方もね、結構いらっしゃると思うんですよ。ね、ご近所にもこういう風なね、ポスターをかけてらっしゃる方とかいると思うんですよね。えー、ぜひね、そういうところにお邪魔して、えー、ちょっとね、 たまにはちょっとこう、心を腹を割ってね、話し合ってもらいたいと思うんですよ。私たちの暮らしは本当にどうなるんでしょうかとか。公明党さん本当にこれからね、私たちをどう導いてくれるんでしょうか。こんな話をしていくのっていうのは決してね、悪いことではないと思うんですよ。むしろ未来に向けて、希望が勇気渡る国へって書いてますけどね。まあこういうことになっていくんではないかなと思います。えー、ぜひね、公明党さん、そして総学会さん、本当にね、お願いしますよ、こういう時こそ。 自民党の懐に入ってるわけですから、そこからね、ぜひ突き上げてもらいたいと思います。それでは本日はね、異例の放送になりましたけども、特に特定の政党やね、宗教団体を、まあ、用意するわけではないんですけども、今頼るべきなのは、総価学会であり、公明党さんです。あなた方しか頼りは今ありません。よろしくお願いします。じゃあ、以上です。